椎名くんに言われて談話スペースを見ると、そこにはちえみ？あ、違った、生きてた。お、言ったのかと思ったわ。何？ちえみ、お前どうしたんだよ。そうだよ、何やってんの？どうしたって。あ、椎名くん、おはよう。あ、今のもおはよう。もうびっくりした。いやいやいや、あれ椎名も怪しかったけど、なんか今度ちえみも怪しくなってきたよ。どういうこと？今のもおはようじゃないよ。いやいや、っていうかね。ちょっと結局キモの椎名くんと合流したわけ。ちえみんはまだ浮かれてるだけなのかな、これ。どうなんだろう。そんなんじゃん。じゃあどうして2人でこんな早朝にデートしてるのよ。ああ、喉乾いてたから自販機に行こうとしたら偶然会ったんだよ、着物と。そうそう、同じタイミングで喉乾いちゃってさ、もう言い訳が見苦しいよ。何それ、神が与えし恋愛イベント。もうちえみのその返しがうまい。チェミはどうして？うわー、羨ましい。ま、2人はお似合いよ。どこが認めちゃう？お前、何か用事？椎名くん、さっきから何か言いかけてる？遠慮なく言ってよ。何？チェミどうした？怖いんだけど。言いて。やだ、もしかして足が遮ってた？ごめん、嫌わないで椎名くん。何言ってんだよ。お、嫌わねえけどよ。椎名くん、ダメ、もう着物ちゃんいるから。ヤンスキー、結婚して。いけね、足浮かれすぎて頭がいつも以上にバカになってるわね。なんで？元からそんなんだった気もするけど。あ、ひどい。浮かれすぎてって、一体何があったの？俺だから最終日だから、恋愛イベントどうしようかなって思ってるんでしょ、きっと。そうだぜ、こんな朝早くによ。モーニングアナウンスまで部屋にいるって話だったろ。お前も自販機か？お、違うわよ。ふふん、実はね。君。いやー、誰だこれ。ちえみ逆にはめられてるのか。怪しいな。ちえみ死ぬかな？なんか俺最初の頃予想してたよね。ちえみも行きそうな気がするなって。ちえみ、大丈夫か？浮かれすぎじゃないか？足のラブレーダーが反応してることが証拠よ。まあ用が済んだらすぐ部屋に戻りなよ。私たちもそうするからさ。やっぱりよ。そうだぜ。シュシラあたりにバレたら大変だしよ。あら、二人は心配性ね。そりゃな。まあ。けど、ありがとう。あ、もうダメだ。これ今回絶対チエミだ。ってわけで、ほら、行きなさいよ、二人とも。足の隠密行動ができないじゃない。もうこの時点でできてないんだけどね。じゃあ行くか。チエミ？うん、じゃあね、チエミ。はい、また後でね。やってんな。他の子が外に出てるとか考えてもなかったぜ。本当にびっくりしたよ。チェミーのことは気になるけどよ。とりあえず倉庫に行こうぜ、着物。倉庫ってのも本当怪しいんだよな。私たちは急いで倉庫へ向かった。何があったの？裏切られない、本当に。何も大したもんなさそうだけど。さて、着いたね。それでやばいものって一体どこに？そこの右下の。何？怖いじゃん。どれさ、右下って。市内とかがあるね。ここまで来てログ開いたんだけど、最低俺。エクジット。その箱のよ、下の方に。何さ、妙に歯切れが悪いな。よし、箱を引いて確認してみよう。お、何そのしょぼいトラップは。なんだそのしょぼいトラップは。これどうなんの？あ、かばってくれたの。椎名くん大丈夫？どうして上から瓶が？椎名くんが私をかばって頭で瓶を。幸いにも外傷はないように見えるけど。なんだよ。あれ、それほど痛くねえ。どういうこと？突如後ろから聞き覚えのある笑い声が聞こえた。やさめ。とっさに振り返ると声の主はやっぱり。どういうこと？何してるの？ちょっと、サザンか。笑わせないでよ。やさめくん。あれ、どうしてここに？ごめんね。いや、ごめんね。隠れてるつもりはなかったんだけど、あまりに2人が気づかないからいないふりしちゃった。全然気づかなかった。それよりもサザンカだよ。気候にも程があると思わない？それはな。せっかく自分で仕掛けた罠に自分でかかるなんてさ。どういうこと？自分で仕掛けた罠。やさめくんは間違いなくそう言った。するとつまりどういうにしてもやっぱサザンカにはできなかったか。なんとなくそんな気はしてたんだよね。サザンカって優柔不断っぽいし。ねえ、どういうこと？やさめくんは何を言ってるの？ってことは椎名が悪徒だったのか。参ったな。コウサト、まだわからないなんて言わないよね。わからないよ。何言ってんの？現実見なきゃ。下の箱を引くと瓶が落ちるよう紐で繋いであったんだよ。そう。これは意図的に仕掛けられた罠。そう。サザンカがあんたをここに呼んだ理由は最初からあんたを殺すつもりだった。待って、やさめくん。サザンカはコウサトを殺すつもりだったんだよ。え、こんなあっさり決まっちゃうの、悪徒。でも瓶程度で殺せるか？椎名くんが？椎名くんが私を罠にかけて殺そうとした。そんなこと。椎名くん、違うよね。君はそんなこと。え、何？着物？俺、本当に。ごめんな。マジか。本当にごめんな。こんなあっさり？嘘だ。本当に殺すつもりで。まあ、でも、結局私は無傷だし、いや、そういう思考回路でいいの？何の事情もなしにこんなことする人じゃないはず。だからそれは後で問いただすとして。今心配なのは、ジェミー。私は無傷だから、それより君は大丈夫？派手に瓶割れてたけど、いや、心配してるよ、着物ちゃん。着物、なんで俺の心配なんかすんだよ、今。だって、バカだな。コウサトってば、サザンカにチヤホヤされて、惚れ込んじゃってるもんね。いや、そんなことないよ。俺選んだ時、意味だったもん。あいつ、そういうことじゃないか。何言ってるの？え、そんなんじゃないよ。ウブなあんたは、ちょっと甘い言葉言われたぐらいで。ちょろいよね。舞い上がって心開いちゃってたんでしょ？コウサトって、ほんとちょろいよね。やさめくんなんかに、やさめくんなんかに何が？そうだね。それだけじゃちょっと弱いか。え？じゃあサザンカ、他にはどんな嘘ついたの？え？嘘ってよ。いけないんだ。この後に及んで嘘を突き通すのはひどいと思うよ。例えば？何？そんな大層な嘘ついたの？椎名くん？あのよ。着物は？え？そんな嘘？俺の妹には似てないよ。まったく。え？待てよ。そもそもそれが。君が私を特別。どうして？信じてくれたきっかけなんじゃなかったの？悪い着物。それが嘘だって言うならさ。声の時も夢の時も私を騙すために優しくしただけなんだね。おい。違う。それは本当にお前のこと。うるさいよ。ああ。最初から殺すつもりで近づいたんでしょ。なら、中途半端に優しくしないでよ。そっちの方が傷つくよ。え？さっきから声とか夢とかって何の話？やさめくんには関係ないから。間違いないね。あっそ。まあ間違いなくどうでもいいね。ああ、それ後悔するパターンだよ。多分後々関わってくるよ。でもさすがのおまぬけ小里もこれで分かったみたいだね。あ、待てよ。その声ってあれか。要は改ざんされてるから、こう本能で、なんか、ごめん、日本語は下手くそなんだけど、伝わって。多分、着物ちゃんたちの記憶が改ざんされてるかもね。サザンカは最初からコサトを殺すつもりで嘘をついてただけって。例えばターゲットがバカだろうと、カグラだろうと、ウマシカか。あ、違う、マジカだ。マジカだろうと、カグラだろうと、同じようにしてたってこと。残念ながらサザンカにとってコサトは何一つ特別な人間なんかじゃなかったんだ。いけないんだ。ははは、コサトはショック受けてる。かわいそう、サザンカいけないんだ。ちょっとやさめ、なんかこう言葉のチョイスが悪いよね。なんかこうイラッとくるときあるよね、本当に。コサト、椎名くんなんて最低って思いっきりビンタしちゃえよ。これどっちがビンタ食らう？おー、いた。これ絶対やさめでしょ。うわはー。どっち？あ、やっぱりもう絶対行くと思ったわ。しずやでしょ。あれ？自分だった。しっかりしなきゃってこと？いやもう手跡がすごい。おい、着物、何してんだよ。椎名くんには関係ないでしょ。悪いけどよ。コウサト、あんた、失恋して頭おかしくなったの？もう。そもそも恋してないし、そうじゃなくて。あのさ。わからないことが多すぎるんだよ。え？椎名くんがそんなことをした理由はもちろん気になるけど。まず、やさめくん、君は何なの？一体どういう立ち位置なの？それは確かに言えてる。なんか不思議だよな、こいつ。立ち位置って言うと、どういうこと？もしかしたらだけどさ、君が椎名くんに指示した可能性もあるでしょ？うん。ああ、それは間違いないね。急に認めてよ。あれ？だから確かに僕が提案したよって。何？もうわけわかんない。どういうこと？やっぱりそうだったんだ。そうだと思った。何安心してるの？椎名くんじゃなくてよかったって。違うってば、さっきからその変な勘違いやめてよ。うん、わかった。じゃああんたはなんでこんなことされたか考えておいてね。何それ、私が何かしちゃったってこと？あー、でも覚えてないんだっけ？厄介だよね。え？覚えてない？あ、やっぱほら、改ざんされてんのは着物ちゃんたちなんだ。そこにはちゃんとした理由があるんだよ。というわけで。ってことは、やさめは記憶が残ってる立ち位置ってことなの？サザンカの左手首、タイで巻いてる部分を見せてあげなよ。お前。何言って。ね。え、何？なんだよ。見せりゃいいんだな。椎名くんはスルスルと左手首のタイをほどいた。すると、切り傷？鋭利なもので切られたような傷跡があらわになる。ナイフでやられた跡か？着物ちゃんがなんか持ってたよね。なあ。え、これでいいのかよ。バッチリ、よーく見えてるよ。どうして？その傷どうしたの？あんたのせいだから。え？誤差と覚えてないとは言わせないよ。ほらほら。え？わあわあ、待て、やめてよ、それは。ご存知、小里の部屋にあったナイフだよ。血までついてて怖いったらないよね。私は本当に何も知らないんだってば。目が覚めた時、部屋で拾っただけで。あれ？血のついたナイフ、椎名くんの傷。まあ、それっぽい感じになるよね。覚えてない？ねえ、もしかして、ナイフで椎名くんを傷つけたのは私なの？なんだ、もうどんどん迷宮入りしてく。どういうこと？そういうこと。あのな。やさめ。うん。しょうがないから小里には僕から教えてあげるよ。ここに来て間もないとき、サザンカはここで仮面の人物を見たらしい。え？声をかけるとそいつはサザンカの左手首をナイフで攻撃して、すぐさま走り去ったそうだ。その時僕は偶然にも負傷したサザンカに遭遇して、そこで知ったんだよ。ナイフを持つ者の存在をね。嘘。でも、着物ちゃん素直に渡すってのがおかしくない？だよね。そういう話だったよね、サザンカ。ああ、そうだな。あ、それで着物ちゃんを確かめようってことで2人で協力してたんか。信じられない。私の記憶にない私の話。一体どういうことなの？しかもその上プログラムの説明で悪党が紛れてるなんて聞いたんだよ。あ、着物ちゃんに疑いかかってる。これはいよいよ小里が怪しい。そう思った僕はサザンカをそそのかしたんだ。小里がナイフを持っていたんだ。きっと悪党に違いない。本人は知らないって言ってるけど、信憑性は一切ないんだ。サザンカに正義の心があるのなら、危険人物は始末しておくべきだ。そして方法は僕が考えるから、罠にかけて殺しちゃいなよってね。そうして正義のため、過去わらの殺人計画を企んだのに、最後の最後であれだよ。最悪だな。サザンカはただの偽善者だったんだね。がっかりしちゃったよ、僕。いや、もう自分の手でやれし。なんか、椎名に全部任せすぎじゃん。やさめくん、君って人はどうして？なんで僕が悪みたいになってるの？実際に殺そうとしたのはサザンカだよね。あのさ。君がしたことは殺人教唆だよ。確かに。まあ。おっと、正しくは未遂の教唆だよ。僕はこのままじゃ人は死なないって知ってたからね。ああ。どういうことだよ。え？だってさ、ナイフを持ってただけで、小里を悪徒だと決めつけるのは早計じゃん。もう何？やさめ難しい。やさめくん自分でいたくせに。ほんとね。紛らわしくてごめんね。可能性の話でした。バカに割く時間はないんだけど。まあそういうわけでこれも割れる瓶だし、僕がショップでオーダーしたやつ。結構高いらしいよね、その割れる瓶って。さて。割れる瓶？あれ知らない？洋画とかでよく使われるんだけどな。あ、だからあれか。やさめがそれを注文してたから、オーナーさん出てくるの遅かったんだ。殴る演出用の瓶、飴でできてるから痛くないんだ。確かに痛くなかったぜ。あまり。ちょっと痛かったんだね。待て、本当にお前は最初から着物を殺させるつもりはなかったのかよ。最悪だな。もちろん、あれは全部ただの演技だよ。やさめくん、そんなことさせて一体何が目的なの？何言ってんの？ああ、ってことはチームにしたかったのか、この3人で。目的ね、あんたらを僕の奴隷にすることだよ。もう奴隷って言い方が悪いけどな。あ、じゃあこの3人でいろいろ進行していくのか。は？マジかよ、椎名いいやつかよ。耳を疑いたくなるセリフ。いや。むしろもう一度聞かないとダメだ。頭に入ってこなかった。やさめくん、もう一回お願いします。奴隷でしょ？二人はもう僕の奴隷だよ。なんでだよ。何度聞いても。は？お前さ。おい、やさめ、お前よ。頭大丈夫か？頭を打ったのはあんただろ？割れる瓶で。いや、まあそうだけどよ。さてと。それじゃこれ見てよ。そう言うとやさめくんはポケットから出したデバイスの画面を突きつけた。何？そこには、あれ、ナイフ隠し持ってる。ああ、あれか。あの時か、渡す時に。なるほどね。これで僕の言うこと聞かないと君は悪徒だよって、こうしちゃうよみたいなね。もう取り方がやらしいよね。これじゃなんかナイフ意味ありげに隠してる感じに見えるもんね。部屋前の廊下で撮ったの？もしかして出会った時の写真？そうそう。少し離れたところであんたがステッカーの向き逆さまとか言ってるシーンだよ。話す前だよ。うん、この時僕はすでに知ってたからさ、ナイフを持つ者のこと。証拠写真でも撮っておこうと思って。にしてもこの写真、いくらでも利用できそうだ。本当にね。なんたってこんなタチの悪い人の手元に。おっと。それからサザンカが罠を仕掛けてる写真と、今さっきの罠にかかる直前の写真もあるから、お、すごい用意周到すぎ。いい？確かに僕は2人の弱みを握った。でもそれは全て事実だ。コサトがナイフを持っていたのも、サザンカがコサトを殺そうとしたのも、笑っちゃうよね。紛れもない事実なんだ。確かに事実だ。納得いかないのに反論できない。立場分かってる。まさかこういう感じでチームが構成されると思わなかった。だいぶ歪んだ関係だな、これ。もしも殺人が起きた場合、僕がこの写真を利用して嘘をついたら、あんたらは悪徒だって疑われちゃうかも。そうしたら困るよね。あんたらが本当に悪徒の場合はもちろん、生徒だとしても真の悪徒を逃すことになるし。何言ってるの？あ、でもこの3人が仲間になるってことはもう確定でチエミーが確実に死ぬよね、今回。しょげる。やさめくんはそれでいいの？君も生徒なんじゃないの？本当だよ。何のつもりだろうね。自分で言うな、というか。ちょっと待って。それは全部、絶対正義プログラムが本当だったらの話でしょ。あんな非現実的な話、あるわけないから、もうすぐここを出られるはずだよ。はいはい。プログラムが嘘で、本当に帰れるならそれはそれでもう用なしだよ。僕はただ、このプログラムが続行した時のためのコマが欲しかっただけだからさ。できる限り僕の生存率を上げるために利用できるコマをね。何それ。黙って利用されてなよ。お、とにかく可能性がある限りは手を打たないとさ。うるさいよ。可能性なんかないよ。殺人なんか起きるわけがないもの。あれ？あんた今殺されそうになったよね。もう忘れた。ぐふ。それにさ、僕は妻子のことなんか信じてないから。あいつが気が変わりましたっていうことだってありえない話じゃないし、それは確かに言えてる。こりゃそれはそうかもだけど。立場分かってる？とにかく無事ここから出るまであんたらは僕の奴隷だ。逆らうなよ。僕の駒として従順に動いてこれもうアナウンスくるよ絶対。あ、違ったわ。頭の中さ空にして目いっぱい利用されてそして時には僕の身代わりになるんだ。それは絶対無理。いやいやいや、身代わりってお前正気かよ。何か言った？実際に直前まで人を殺そうとしてたあんたに言われたくないけど。くそ、もうどんまいこの2人。さあそれじゃあこのコミュニティに名前をつけようかな。なんてかつける？実は僕いい案があるんだよね。なになに？コミュニティってこっちは不本意なのに無駄に楽しそうだよ。これから僕とコサトとサザンカ3人のコミュニティはこう呼ぼう。シスコンだね。名前出せ。あ、でもそうか。シスコンだもんな。着物ちゃんもな。シーナも妹がいるのは嘘じゃないもんね。ああ、なんだよそれ。2人がシスコンなのはデバイスのプロフで丸分かりだよ。私たちはそうかもだけど、やさめくんは姉さん大好きなんだ。絶対嘘でしょ。僕はシスコンなんだよね。姉さん大好きなんだ。マジかよ。嫌そうな顔サイド2人。僕らは今からシスコンだよ。頭空っぽで利用されて、目いっぱい僕の役に立ってね。もう従うしかないもんな。結局それはここを出たら終わりなんだよね。うん、解散だね。それならばシスコンの先は長くなりそうだ。そうだね。要件は済んだことだし、僕は眠いからもう一眠りしてくるよ。モーニングアナウンスまで時間はあるしね。おっと。瓶の破片は持ち帰らないと。僕のだし。それと罠の後片付けもしないとね。それとやさめくんは袋のようなものを地面に落とした。早くしてよ。おーい、自分でやらないのか。それ瓶が入ってた袋、破片はそこに入れて、罠も片付けておいてね。私たちがやるの、本当にな。僕に逆らっていいの？当たり前でしょ。二人はもう僕の。だりな。あ、うるせえ。いちいち言うな。椎名くんが破片をかき集め出したので、私も慌ててその通りにした。歪んでんな、この関係。ちょっとやだ。はい、終わったよ。あ、やさめくんは破片の入った袋を受け取ると何も言わずにきびすを返した。おい。どこ行くんだよ。どこって部屋に戻るだけだよ。それならそうと何かしら言わない普通。出た。下のものに気を使う理由がないから、あんたたちは早く僕の奴隷だってことを理解して。こんなプログラム、数時間後には終わってるもん。もうやめろ、フラグを立てないで。はいはい、だといいね。ちょっと待ってよ、浅見くん。言っちゃった。案の定彼は待たずに行ってしまった。まったく、ほんと困った人だ。あのよ、何？ごめんな。俺、浅見に言われるまま、もうしょうがないよ。騙して殺そうとしたなんて最低だ。ごめんで許される話じゃねえけど。まあでも椎名がいいやつだっていうことが分かってよかった。そして今回の被害者じゃないってことも分かった。もういいよ、その話は。君は結局私をかばったわけで殺せなかったんだし。それにほら、そもそもさ、私が先に君を傷つけたなら。それは違うだろ。やさめだってお前が仮面のやつだって決めつけるのは早いって言ってたし。着物は本当に知らないんだよな。そのナイフのことなんか。最初から俺が、やさめの言うことなんか鵜呑みにしてねえで。いやもうしょうがないよ。怖いもん。だって怖いでしょ。お前のこと本当に信じていればよ。椎名くん。罵倒する。責めない。どうするこれ罵倒してみる。このバカ野郎って。いや、責めないでおこう。うん、もう戻ろう、部屋に。お前。俺のこと責めないのかよ。ひどいことしたのに。椎名くん、ごめんね。私も傷ついてるの。一応。君の行動で、うん、でも全てを許すつもりはないけれど君を責めるつもりだってないよ。君のしたことが最低だとしても今は私が仮面の人物じゃないって断言できないから、まあ、記憶改ざんされてる可能性は確かにあるからな。だからさ、きっと責めた方が君も楽になれるかもしれないけど。ごめんね。私が悪者だってわかるまではそうして罪悪感を感じていてくれるかな。ごめんな。わかった、ごめんな。なんかちょっとえぐいな。うん、じゃあ戻ろうか、椎名くん。私眠くなっちゃって。悪い。あ、朝から疲れさせて悪い。あれ？普通にモーニングアナウンス来ちゃう感じに？この流れ。そんなわけないか。今までは妙に絡んできた椎名くんだったが、今や負い目を感じているのか、ろくに目を合わせようともせず、部屋に戻るまでの道のりは終始気まずい空気が流れていた。部屋に戻るなり力が抜けて、そのままベッドに倒れ込んだ。目を閉じると次から次へと思考が巡る。ナイフが部屋にあったのに何も覚えていない私も、理由があれど罠にはめようとした椎名くんも、どちらも悪いところはあるとは思うけれど一番はやさめくんだよ。まあ、ちょっとね、俺もなんかムッときた。今回ムッときた。自分が生き残るための駒として利用するために私たちの弱みを握った。仮にそれが本当だとしたら、やさめくんは正義の生徒なんかじゃない。あ、遠いにあれじゃない、むき出しにされるんじゃない敵。こんなんバレたらね。それにあのナイフ、仮面の人物って一体他に誰か持ち主がいるってこと？それとも本当に私が忘れているだけ？わからない。何も一つも心当たりがない。ぐるぐると同じことばかり考えて凄まじい不安に苛まれられる。またなんか今噛んだよ。けどもう早く帰りたい。こんなところをとっとと出て早くお姉ちゃんと。来たね。もう絶対チエミーじゃん。ショックだわ。チエミーって誰や。チエミー、もうなんでスパにいるの。しかも、殺人事件現場、宿舎スパ。行くか。突如モニターから不快な音が鳴り響いた。もしかしてこれって、妻子の言ってた緊急放送。画面に表示されているのは、寄宿舎のフロアマップ。スパが赤く塗りつぶされている。殺人現場って。嘘でしょ。行くか。小里。お、ミサネさん。廊下に出ると困惑した様子のワグリミヤさんと出くわした。ワグリミヤさん。さっきの緊急放送。ちょっと。見た。廊下に出たら他の奴らも一斉に出てきて、何が起こってるの？わからない。だから行ってみよう。その現場に。そうね、スパーだったわよね。急ごう。これが馬鹿げた冗談であると、そう証明するためにも。スパ、はい。ああ、もう赤い。もう怖い。ゴー。どうなってる？ドキドキするよ。スパに入った私たちは信じがたい光景を目の当たりにした。誰？やだー。チエミ？え、嘘！まさかだった。なんでなんで遠い？いやもうなんか露骨なダイイングメッセージが。これ絶対嘘。遠いくんとかまだ死なないと思ってたのに、なんか後ろから撃たれてる。遠いくん、本当に彼は犠牲になっちゃったよ。死んでるの？嘘でしょ。おい、起きろよ。起きてくれよ。頼むよ。冗談はやめてくれ。このえくんが必死でトイくんに呼びかけている。ねえ。おっと、あんたら死体見て平気なの？無理なら下がってなよ。死体？まあ、あんたらが平気ならあと2箇所は確認した方がいいよ。なんか背中にね、銃痕みたいな感じの跡があったよね。どういうことよ。何か証拠でもあったの？いや。まあ、来ればわかるよ。2箇所だから、肩の銃痕と、あとはダイイングメッセージっぽいの。やさめくんは無言できびすを返すと温泉の方へと上がっていった。一体何だっていうの？重すぎる足を引きずるように、やさめくんの後を追うと、そこには、まさかチエミ？二人？いきなり？嘘？違う。嘘。なんかもう、死ぬ人がみんな予想外なんだけど、なんで神楽さん？神楽さん？そんな、神楽さんまで、どうして？なんで？なんなの？誰が、なんで？さてと。さあ次はサウラ、なんで3人いきなり？ちょっと嘘でしょ。今日なんでこれ犯人激はつらつすぎでしょ。どうする？正直私はもういいよ。無理ならここにいなよ。じゃ今度こそチーミーか。私行く。コサと私も来てくれんだ。平然と歩き出したやさめくんを追ってサウナルームの前に来た。やさめくんはゆっくりと扉を開け、私も意を決してサウナルームに入る。事件が起きたからか、サウナルームは不自然に熱くなっていた。そして私たちの目に飛び込んできたのは、誰？チエミーでしょう。ああ、やっぱチエミーだ。もう。チエミーは予想ついたんだけど、トウイくんと神楽さんはちょっと全く予想してなかった。チエミー。もう。あんな元気なチエミーがもう二度と見れないんだぜ。いきなり3人行くと思わなかったんだけど、てか、すごい勢いで行ったよね。足の力が抜けて、その場に座り込んだ。とても耐えられない。いやー。傷ついた人を放っておけない優しいトウイくん。保健室の先生になりたいと夢を語ってくれた。正義に対する執着には驚いた。そうだよ。それだからこそ生き残ると思ったら、まさかの普通に死んだよ。彼の正義の心はきっと、いや、確実に本物だろう。まだ恩返しできてないのに。常に凛としていて綺麗な神楽さん。昨日はサウナルームで一気に距離が縮んだのに。負けず嫌いな一面を知って、その後も神楽さんでもこんな風に慌てるんだなって。新しい神楽さんを知れたこと、嬉しかったのに。チエミーが開いた女子会。私はあんな経験なかったから、実はすごく楽しかった。最初に勇気づけられたのも彼女のおかげだったよね。チエミーがいると、いろいろとどうでもよくなるような、本当に明るくて、面白くて、バカで、大好きな3人が一気に死んでしまった。いや、彼らは私たちの中の誰かに殺されたんだ。悪党がいるのは本当だったんだ。神様、どうか、これは嘘だと。これはただの悪い夢であると。そう言ってください。ああ、終わった。いやー、おいで安らかに眠る朝、上辺、終わり。いやー、3人よ。1人ずつじゃないの？デスゲームのセオリーで言うと、やっぱ最初は1人ずつだと思うじゃん。あれなんだ？イラストのタッチがちょっと変わったよ。あ、これエンディングか。で、このね、チームシスコンが出来上がるとは思ってなかったね。だいぶ歪んだ関係なんだけどね。これって、もうなんもない。なんもなく普通に終わった？終わったっぽいね。はい。ということで、奇跡ヒーロー第1章がこれで終わったね。3人よ。3人は予想してないよね。でも、アクトが1人でその3人全員殺したのか、画面が安定していく。それとも、アクトが協力プレイで3人殺したのか、どっちかだよね。ゲーム的に何章までやるってあったかな？ 5 とか3とか、あ、違うかな？それまた違うフリーゲームだったかな？ちょっと忘れちゃったんだけども。この勢いだとすごい勢いで減ってっちゃうことになるしな。生存者。あと15人か。誰 ?3 人はとりあえず味方だからね。着物ちゃんと、やさめと、椎名。全く犯人の予想がつかないよな。これで猫ちゃんとかだったらしょげるしな。だからもうこのチエミーが白黒になるのすごい悲しいんだけど、なんか、この笑顔がまた余計悲しさを誘うよね。はい。ということで、次回はいつになるのかな、犠牲ヒーロー。楽しみだね。それではシアンでした。またね。